新しい目的。保存、保存と交流する。いていて、なんやねん、いたやん。よし、よっ。デブリム、ここの眺めは絶景だが、そろそろ通信システムを修理したい。信号ブースターはどこだ？うん、ガーディアンが配達中だ。お前の世話をするには俺は年を取りすぎたからな、スラヤ。ようやく老いぼれたことを認めたか。一度命を救われた恩は一生忘れてくれないみたいだな。ああ、一度毎週だろう。俺が白髪なのはお前のせいだぞ。そうやって言ってろ、老いぼれ。最後か。チワ喧嘩はもう終わったようだし。うん、いったこいつ、いきなり出てきやがったな。オーケー、燃えてな。来たな、いっぱい。お、強いんじゃねこれ。雑魚には強いんじゃね。よいしょ、上、上からやろう。お、くそ、こんな、何も落とさないか。まだどこかにいる。いる、いる。あ、いた。いてててて。横にもいる。横にも。隠れるのは性に合わないからな。クリア。あのエレベーターで鉱山の頂上へ行けるはずです。スーパーチャージ完了。エレベーター起動。おお、別ルートを見つけないといけませんね。あ、壊れたのかこれ。ゲートを開く。気をつけろ。フォールンはアサリアだが高い戦力を持ってる。目的達成のために全力で抵抗してくるぞ。うん、なーぬ、どこにいる。意外と近くにもいた。危ねえ。あいつ出てくるか。そっち。いた。イタチの最後っぺが。よし。イタいなくなったっぽい。うん。また来た。間違えちゃった。あれか。じゃあ、シールドか、厄介だな。いてててててててあの野郎、地味に。どうすか。
キャプテン。シールドなくなったね。あら、そのテレポート。おい、おお、びっくりした。うわ、びっくりしたわ。いつお前そんな呼んでた？当たらなかった手前を越えちゃった。いちいちいち、え、死んだ。行くぞ。あっちか。スポンは制限されている。スポンは制限されていますよ。さて、あ、もうちょっとやる。もうちょっとレベル上がる。お、武器だ。ちょっと待って、これもらえる？デッドゾーンライフル。レベル足りない。もうちょいだな。別ルートを見つける。お、いてていてて、動いてるやつは腰ダメの方がいいのか。結構当たったね。いてていて、また来やがったこいつは。今緑落ちた。いた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 。こいつ地味に痛いわ。レベル上がったか。逆に見にくいな、温泉。なかなか制圧できないな。終わった。あれがいる。やつどこに行った。ちょっと下がるか。よいしょ。これで終わった。で、俺の緑はどこ行ったんだ。これあれだよ、緑どっか行っちゃったよ。ん？諦めるか。まだいることになってるけど、上にいる？ん？あ、いないのはしょうがない。ん？あれ？どっち行くのこれ。この人はさらに逃げるの。え、てててて、え？あ、よいしょ。
こうなってたか。だが俺の緑、いてててうん、緑の行方は相変わらずわかる。あったー、こんな下まで落ちていた。よし、靴だ。ちょっと装備を整えます。やったね。よし、靴だけ行こう。あ、痛い。痛い。やっぱ一定数に目が疲れるな、これ。目が回る。よし、当たったね。最悪これ。おお、楽。よし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 、見えないな。見えるところから。こっちは？痛い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 。痛いよ。よし。さあ、どっから来る？エレベーターを見つけました。やるな。ルイスに匹敵するかもしれないぞ。爆発物が多すぎないかもあり。よし。今度大丈夫か？あ、いっぱい来た。電源を入れましょう。あと、どうやらフォールを怒らせたようです。怒ったんかい。怒ったんかい。生意気な加藤セーブスが。痛い痛い痛い。あれ爆発しないか。どっち行くの？そこにもいる。近場からやりたい。ううとどめ。よし、緑もらったん。いただき。あ、そっか。あっちは何も出ないな。一旦下がるか。よいしょ。
あそこに。また左。待って。あいつか。まだ死んでない。落ちてた。電源を探そう。隠れて撃てよ。あいつのビーム届かない。あ、やばい、危ねえ。ホールも終わった。まだいる。あ、いっぱい来てる。飛行型が来てた。サービス。まだいるね。あれか。あとは、あ、あいつ消えるの、あれ。よいしょよいしょ。違うの来た。やべ、あいつ怒ったよ。よっこ。危ねえ危ねえ。厄介だあいつ。おいて。やりました。サービターを倒したら電源が入りました。もうそんな便利な。ようやくブースターを持ってきてもらえそうだな。帰るぞ。ブースターなんて拾ったか俺。よいしょ。お、危ないところだった。危ないよ。まさかそんなサプライズ。危ねえ危ねえ。こいつ。ふぅ。地上着いたぜ。外に出られました。そちらに向かっています。早くブースターを持ってこい。通信ネットワークを設置するぞ。それから、こっちか。その礼を言う。なかなかやるじゃないか、ガーディアンにしては。スラヤがこんな礼儀正しいことを言うのは初めてだ。なかなか名誉なことだぞ、ガーディアン。なかなか名誉なことだぞ。あいつか。
無事か。この賭けはルイスの負けだな。よし、直してみるか。説明書はちゃんと読んだが、ビーコンを検知した。ガーディオン、シティが落ちた。この世界にまだ光が残っているなら衛星タイタンへ来い。勇敢であれ。ガーディオン、ザバラが生きてます。今行けば。タイタンに行ってる暇はない。難民が避難してきてる。レッドリージョンやホールに囲まれてるんだ。でも力を取り戻したんです。それにシティを取り返すには。シティはもうないんだ。ホーソン、必ず戻ってきます。仲間を連れて。しばらく一人になりたい。次は惑星タイタン、衛星タイタン。よく聞こえなかったけど、うん。時間の無駄だ。そろそろ殺したらどうだ。大弁償を登る森に大したことを言わない奴だが、ガーディアンの一人が光を再び手に入れたらしい。トラベラーを支配していないと言いながら、その結果がこれだ。我は理解したいのだ、預言者よ。光はあらゆる場所、物の中に生きている。光の遮断や捕獲を試みても、その輝きを封じ切ることはできない。トラベラーは決してお前に屈しない。トラベラー、その存在を何年も研究した。力を授かった世界、生と死に干渉する力。トラベラーと我は。トラベラーに似ているだと？ふざけるな。お前に力があると思っているのか。お前のようなタイプは知っている。どん底から這い上がろうとしてそのまま死んでいく。トラベラーが自らの意志で人類を選んだというのならば、中に入ってその光を燃え取り、この太陽系を灰を残らず燃やし尽くしてやるまでだ。光の中で蘇れるのはトラベラーが選んだものだけだ。そうだ、それは分かっている。だからこそお前の惑星を占拠し、お前を生かしているのだ。トラベラーは我を選ぶ。その方法を教えてもらうぞ。